ではでは、ここで永見純さん紹介します。永見さん、そして、幸子 M さん、遠藤智恵ちゃんにもステージ上がってもらって、歌と一緒に盆踊りやりましょう。次、くだらな庄助音頭という曲やります。また、珍しいキノコの伊藤さんの方からちょっとだけ説明お願いします。はい、なんかすごいたくさんの人に踊っていただいて、あれなんで円を20とか30とかにしてですね、もうちょっと矢倉に近づいてきていただけますか。わーっとぐーっと、はは、ありがとうございます。大丈夫です、取って食ったりしませんので、どうぞどうぞ、もともと、もともと、もともとやっていただいて、はいはい、大丈夫かな、30ぐらいにします、なんとなく大丈夫ですかね。はい、これね、くだらな庄助音頭ってすごい楽しい盆踊りなんですけど、盆踊りっていうよりも本当に音楽に合わせて楽しく、あの、体を動かしていただければって感じなんで、なんだろう、これやっぱ永見さんめちゃくちゃ踊りのところだよね、肝は ね、 ね、そうですよね、 そこに、パワーを、そうですよね、打ち込んでいただいて、なんか、決まりの踊りちょこっとあるんですよ、うん、なんだけどそこはなんとなく雰囲気真似していただいて、なんか、ね、みんなの真似するみたいな感じで、ね、感じでいいですよね、適当に濁して、はい、適当に濁していただいてそれで途中でめちゃくちゃ踊りっていうのがあるんですよ。そこだよ ね、 結構ね、盆踊りには珍しい、そうそうそう、好きに踊ってくれっていうパートがあって、個人のパワーをバッとね、はい、みんなでぶつけ合う、そうなんですよ、もうね、たまらん、体がもう自然と動いちゃうみたいなミュージックが流れますので、そこに全精力、なんか精力を注いでいただいて、あとはふわっと適当にやっていただければと思います。説明だから、これで終わりです。素晴らしいですね、やっぱり伊藤知恵さん、イエーイありがとうございます。そんな感じでふわっと、ふわっとね、ふわっと適当に、キーも適当に、
もっともっとやるよ。次はね、池袋西口温度でやります。明日もここでイベントやりますけど、池袋西口でもイベントやってるので、はしごして行ったり来たりしてもらえると嬉しいですけど、明日明後日は池袋の西口で、プロジェクト福島が盆踊り大会&ノイズ大会をやってますので、はい、ですね、もう電気使いまくり、エコじゃないもう売りまくりみたいなイベントですので適当祭り行ったり来たりしてもらえると嬉しいです。ということで、池袋西口から生まれた池袋西口温度というのをやりたいと思います。これどんな踊りかというと、途中で、電車ごっこみたいのがあるので、ちょっと伊藤さんの方からまた簡単な説明を。はい、はい、なんか上から日本酒の雨が降ってきてる。マジですかなんかわかんないけど、はい、ですね、これは最初がこっちに回って、ちょっと最初だけやってみましょうか。いきますよ、せーの、歩いてドン、はい、上がってドン、はい、前に行ってくるっと半回転します。で、向いた方反対に行きますね。ずっと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 、もうちょっとこれ早いですけどね、はい、でぐーぐーぐーって自分の思うフランケンシュタインで4歩歩くみたいな、こんな感じです。なので行ったり来たりするんで、最初とだけちょっと注意してください。で、途中ですね、ずっと今まで園でやってたんですけど、もう電車ごっこ、大人なのに電車ごっこって、これ結構ね楽しいんですよ。ぜひやっていただきたいんですが、このまま前の方と手ね、肩に手を置いてくるくるいろんなところに長くつながって移動して、で円じゃなくなっていいです。でどんどんね円を崩してください。でもう大人なんで疲れたなって思ったら、トンネルを、こういうトンネルを作るとなんと動かないでその場にずっといられるっていう、これで休憩できるっていうね、すごいシステムで、もうちょっと元気になったなと思ったらまた肩についてぐるぐる、はい、歩いていただければ、こんな感じです。これね、なんか思いのほか楽しんでぜひやってみて、また降ってきたはい、じゃあ、はい、やってみてください。お願いします。はい、じゃあやりましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー、せーの、心は昔はいけない。
作詞地元に帰ろう温度、今日は作曲のサチコイムも来ておりますので、彼女に歌ってもらいつつ&振り付けの説明もしてもらいつつ、やりたいと思います。サチコイムです、よろしくお願いします。私の方見ないでいいんで、ぐるっと矢倉をいい感じで囲んでいただけると嬉しいなと。で、ですね、振りはですね、もう矢倉の方々が完璧ですので、伊藤ちゃんについていって、みんな彼女を見ながら、まあ私も踊ってますが、もうそれでいいです。とりあえず踊れる人を見ながらなんとなく真似すれば、ゆっくりして何回か繰り返す踊りですので大丈夫です。っていうことでやろう。一つ重要なのは途中で逆回転がある。あ、逆回転、強制的に伊藤ちゃんについていけば大丈夫です。盆踊り史上始まって以来初の逆回転っていうのが途中でありますので、はい、はい、逆回転っていうので逆回転してください。逆回転って言ったら、今まで回ってた方向から逆に向けばいいという。さらに盆踊り史上初の途中でサンバになるっていうところもありますので、サンバはサンバです。みんなのサンバを踊ってください、はい、私に見せてくださいということで、はい、もうこの歌歌ったら今日はここが地元だみたいな感じでやります。なんかこれ提灯が揺れてるね。提灯も踊ってるね。提灯も踊っております。ということで、今日はもう日比谷が地元ということで、よっしゃ、太鼓の音が聞こえてるな。そこの櫓の上に太鼓隊がいるんですね。太鼓さんが、わあ、聞こえてる聞こえてる、イエーイ、拍手太鼓隊にも。すごい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ地元に帰る温度やりましょうか。はい、お願いします。